ユーロ2020毎日やってて盛り上がりすぎて謎に公式のカードパック買っちゃった。皆さんどうもこんにちは、ヒカキンです。本日もユーロアプリ2020やっていきたいなと思います。本日はですね、6月21日月曜日ということで、新しいガチャイベやってまいりましたので、この動画一本で終わらせていきたいなと思います。で、今日はですね、意外と新しい情報とかなんかもろもろありますので、よかったら最後まで見ていただきたいなと思います。で、まずお知らせなんですけど、一つ目ですね、6月24日アプリ更新に関するご案内ということで、実はですね、木曜日アップデート入るっぽいんですよね。で、しかもバージョン的にはなんか新しい要素とかも来るんじゃないかなと期待しておりますので、はい、ちょっとね、あんまり予想はできないんですけど、何かは来るんじゃないかなと思います。何かが来るってちょっと頭悪そうですけどね。で、ただね、個人的にちょっと心配してるのは、今僕ツイッターにもつぶやきましたけど、顔出し事務所 NGS カットっていうのを作ってて、いや、この中の誰かが顔出ししちゃうんじゃないかなって思って、ちょっと心配ではありますね。はい、で、次これですね、結構見逃してる方多いんじゃないかなと思うんですけど、アミノバイタルとのですね、記念キャンペーンっていうのがやってきて、2つもですね、参加できるキャンペーンやってきてるんですよね。で、1つはですね、全員に200イーフットボールポイントがもらえるキャンペーンで、これサイトにアクセスするだけでもらえますので、キャンペーンページはこちらってところを押していただけると、アミノバイタルのページに飛んで、そこからエントリーできますので、忘れずにやっておきましょうっていうのと、あとはですね、ツイッターのフォローリツイートキャンペーンっていうのもやっていて、アミノバイタルのですね、公式のツイッターアカウントのフォローと、あとは対象のツイートのリツイートをすると、103名にですね、グッズと、あとはこちらもですね、1000イーフットボールポイントが当たるみたいなので、まあ結構倍率は高いと思いますけど、運試しにやっておくといいんじゃないかなと思います。まあこういうのって意外と見逃しちゃいますからね。今日もみんなの役に立てたと思いながら、にちゃにちゃしながらまた動画作っていきたいなと思います。で、次がですね、ログインキャンペーンですね。いつもね、このキャンペーンって突然やってくるんですけど、いつも通りですね、スペシャルトレーナーが2週間にわたって配布されるみたいですね。まあね、これまたスペトレかって思う自分もいるんですけど、同時にですね、さっき言ったようにね、顔出し事務所 NGS カット作るときにめちゃめちゃトレーナー消費したんで、個人的には結構嬉しいなって思ってたりしますね。はい、お知らせに関してはそんな感じになりますと。で、ここからがですね、ガチャのお話になるんですけど、はい、今日からレジェンドボックスやってまいりましたね。てかさ、ワカベッカムだったんだね。これめちゃめちゃ嬉しいんじゃない。まあ、黒さんもちということで、超希少なベッカムなのに加えて、スキル追加ができますので、ダブルタッチ若ベッカムとか作れちゃうんですよね。はい、というところもすごくいいので、ぜひですね、狙っていただきたいなと思います。で、これで全てのですね、レジェンドボックスが出たことになりますので、第1弾から第3弾で気になるところをですね、引いていただくといいんじゃないかなと思います。で、第1弾は次回第4弾と同じで、第2弾はですね、その次の第5弾と同じになりますので、もう1回引くチャンスあるんですけど、今回の弾に関してはこの3日間しか来てませんので、はい、引く方はですね、ぜひ勝負していただきたいなと思います。ということで、じゃあ僕も1回だけ勝負させていただいていいですか。もうね、今日の僕の運勢素晴らしいと思ってますので、一発でレジェンド全然あるか。あるある、あるある、あるある、あった。え、ガチである。え、ガチであんの。え、ちょっと待って、え、それは聞いてない。え、それはマジで聞いてない。誰出んの。お願いします。レッツゴー。え、マジで誰。え、ちょっと待って、え、すげえ興奮してるんだけど、誰ですか。え、あ、ん、ちょっと待って、ん、あれ誰。バースデンか。おー、バースデンありがとうございます。マジで出ちゃった。すいません、ちょっと先ほどは取り乱してしまったんですけど、あとはですね、木曜日のアイコニックガチャ、結構月曜日に告知されること多かったんですけど、今週も予告なかったですね。まあ、今後はもう結構予告なしの方向で行くのかな。まあ、でもギリギリまでわからないのも逆にワクワクしていいと思いますので、まあまあまあ、木曜日を楽しみに待っていただくといいんじゃないかなと思います。というところで、やっとですね、今週の CS ガチャに行けるんですけど、今週はですね、イタリア、オランダ、トルコ、この3つやってまいりましたね。まあこのイタリアとオランダね、女優に例えるのであれば、多部未華子さん、桃田かな子さん、もうそれぐらい華やかで素晴らしいガチャになってるんじゃないかなと思います。まあこの3つのね、細かいところに関してはレベマ比較でがっつりやっていきますので、明日投稿します。なので、よかったらチャンネル登録して待っていただけるといいんじゃないかなと思います。というところで、この3つのですね、ガチャ優先度になるんですけど、オランダとイタリア、まあ B プラ評価ぐらいですかね。まあどちらも非常に安定してますし、美課金、まあ課金者だったら引く価値は十分あると思いますね。イタリアにはドンナルマ、オランダにはデリフトと超目玉選手もいますので、まあ目玉選手がどれだけ欲しいか次第なのかなと思います。まあただ先週のフランスだったりとか、今後控えるドイツ、投票 FP なんかを見据えると、超絶優先度が高いかって言われるとそこまでではないのかなって印象ですかね。はい、ちなみにオランダとイタリアどっちか選ぶのであれば、僕はオランダの方がおすすめかなと思いますね。で、次にですね、トルコに関
しては、まあ、あのね、トルコの CMF のトゥパン選手っていうのが忖度抜きで強いので、この選手マジで当てたいなとは思うんですけど、やはりですね、かなりリスキーなガチャではありますので、あの基本的に無課金の方はスルーでいいんじゃないかなと思いますね。はい、ということで、まあ、今週の全体の優先度でいうとこんな優先度になると思いますので、はい、この辺りも参考にしながらどこでコイン使うかを決めていただくといいんじゃないかなと思います。ということで、じゃあ行っちゃっていいですか。まずは僕オランダから行きましょう。オランダで言うと僕デヨング、デリフト、デパイ、ワイナルドゥム、この4人が被りで、まあベルプハウス、デュンフリース、この2人狙いでやっていきたいなと思います。まあそれこそさっきレジェンド出ましたけど、なんか今日神引きできそうな気がするんですよね。なんだかいけそうな気がするってありましたよね。さあオランダ行きましょう。現実のユーロでも頑張ってほしいですけど、ゴー。さあこれは誰ですか。ちょっとね、待って、これはね、待って待って、デヨングだよね、デヨングだよね。まあまあまあ、めちゃくちゃイケメン、めちゃくちゃイケメンだから多少の被りは許されるけど、多分4人目ぐらい。さあ切り替えて次行きましょう。オッケーオッケーオッケー。まさかまさかデデデトリオ出ちゃう。デヨング、デリフト、デパイの、ちょっとその被りはやめてほしいですし、ベルプハウス黒沢だから僕マジで使ってみたいんですよね。さあ2人目、お、待って、これデュンブリーツじゃない、これデュンじゃない、デュン、デュン来た、デュン、デュン、はい、デュン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 、ありがとうございます。オッケーオッケーオッケー、これデュンフリースだね。よし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 、熱い、熱すぎる。これ初登場だよね。え、めちゃめちゃ嬉しいんだけど。いや、デュンフリース、まあ、最近僕ね3バックばっか使ってるからなかなか使えないんですけど、ちょっと4バック使った時に使いたいですね。オッケー、ベルプハウス決めて、もう気持ちよく割っちゃいましょう。オッケーオッケーオッケー、いいね。やっぱデュンフリース引けたら嬉しい。あとはベルプハウスやな、やっぱクロサってめちゃめちゃ希少なので、いや、こういうチャンスに欲しいです。さあ、おっと、これは、これは、あ、待って、あ、デパイか。まあ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 、比較したけどこの引きはでかい。さあということで、イタリア行きましょうか。皆さん、本日はドンナルンマ童貞卒業式にお越しいただき誠にありがとうございます。比較、まだ引き継ぎのドンナルンマ使っております。ついについに私、ドンナルンマ FP から卒業する日がやってまいりましたので、本日もやっていきたいなと思います。ちなみに狙いはドンナルンマとバレッラですね。カブリはベッラッティ、インモービレ、インシーネ、この3人ですね。はい、さあということでいきましょう。さあドンナルンマ、マジで一発目から忖度抜きで横っ飛びでいこう。忖度抜きはよくわかんないけど、お願いします。ゴー。横っ飛ばず、横っ飛びはならなかったけど、バレッラでも全然嬉しいけど、これは多分インモビレですね。オッケーオッケー、まあ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 、インモビレはゴリゴリに被ってますけど、まあでも多分最強でしょ。多分まだ見てないけど、オッケー、ナイス。さあ2回目いきましょう。オッケーオッケー、どんなでもマジでマジで信じろ信じろ、大丈夫だよ大丈夫だよ。ペペレイナも、ペペレイナも僕だって引けた。だから横っ飛びを期待するだけ。クルトワに関してはもう3回も引いてる。クルトワ3回出たのに、どんなルンマが1回も出ない理由がない。ゴイ。なぜ来ない、なぜ横っ飛びしない。おー、ベラルディ選手か。あれ、僕ベラルディは初ゲットかな、多分。てか初登場か。はい、ありがとうございます。お越しいただいてる皆さん、誠にありがとうございます。ドンナルンマ卒業式ももうすぐ閉園の時間を迎えようとしております。本当に皆様ありがとうございました。最後の最後に、美味しいものは僕とっておく派です。お寿司に関しても大トロ最後までとっておく派なので、はい、卒業式の皆様にも最後に最後に素晴らしい光景を見せられます。ゴー、ドーどー、どー、来た、ガチで来た、やばすぎる、やばすぎる。卒業式にお越しの皆さん、誠に誠にありがとうございました。